海賊王ゴールディ・ロジャーのイメージ動物がクオッカワラビー。考察が好きでビブルカードを見たことがある人なら結構知っている設定です。だけどなぜこんな可愛い動物がロジャーのイメージ動物なんでしょうか。その明確な答えをこの動画内でお伝えします。今回の考察には10月1日に緑の中戸井さんのスペースに集まったみんなの意見も参考にしています。では行きましょう。まずロジャーのイメージ動物の理由を理解してもらうために、僕がここ数回の動画で話した嘘のような考察を少しの間だけ信じてもらう必要があります。ただ注意してほしいのは、小田先生は連想からリンク構造を作るため、大まかなイメージをストーリーを考えるより先に決めているはずなんです。僕はあくまでそのイメージの話をしていますので、勘違いのないようにお願いします。ざっくりまとめると、バギー、ガイモン、パウンドはジョイボーイの重要なヒントキャラです。ジョイボーイは空の玉座にいるものを怒らせ性転換させられラフテルにいます。ジョイボーイは男性のシンボルだけでなく、手足胴体の自由を奪われ、水分も奪われ、ツタンカーメンのようなミイラ仮死状態になっています。もうここだけ聞いちゃうとむちゃくちゃ言っているように聞こえると思うんですけど、ちゃんとした根拠をもとに出した答えなので、今回の考察に納得がいったら過去の動画も見てくださいね。ではここから本題に入ります。ジョイボーイのヒントキャラであるバギーが現在根城にしている島はカライバリ島ですよね。カライバリで虚勢を張っていることから、ジョイボーイが虚勢されたイメージもあると思いますが、重要なのはよく言われているカライバリをバリカライと考えることです。ジョイボーイはコックではないかという考察が多いと思うんですけど、では世界一辛い料理が好きな国ってどこだか知っていますか？それはブータン王国です。そのブータン王国は世界一幸せな国とも言われていますよね。ここにロジャーのイメージ動物、世界一幸せな動物と言われているクオッカワラビーがかかってきます。ロジャーはラフテルに唯一到達した海賊団の船長ですので、この幸せのイメージがラフテルにもあると推測することができます。僕はこの辛い幸せ以外にも、お墓、エメラルドの都、エジプト、地獄などのイメージがあるとすでに考察しています。カマバッカ王国とニューカマーランドが地獄と言われていたことなどから、虚勢をされたジョイボーイがいるラフテルには地獄のイメージがあるとも考察しているんですけど、たびたび出てくるこのイワンコフとキャンディーズのギャグパートに注目です。イワンコフのボケに対してみんな一本取られたよーって言ってるんですよね。この動画の時にも話しましたが、これは男性のシンボルを一本取られ性転換されたことを表しています。では先ほどの幸せから一本取ってみましょう。そうすると辛いという字になりますね。これが辛いバリからのバリ辛いにつながるんです。辛いは辛いとも読みますから、幸せだったジョイボーイが性転換されて今は辛い状態であることを表していそうです。さらにいきます。ラフテルのイメージ国の一つであると考えられるブータン王国、ランブータンが好物に設定されているのが、以前からイム様のヒントキャラだと考察している猿山連合軍の少将です。こちらの動画でジョイボーイの本名がネロナイムではないかという仮説を立てているので、この少将はジョイボーイのヒントキャラとして考えます。この少将の好物であるランブータンはマレー語で毛の生えたものという意味です。少将は25年間一度も髪を切ったことがないという謎設定でしたよね。これはジョイボーイが毛のないミンク、レッサーミンクだからだと思います。ジョイボーイは毛が欲しいんです。この設定はこちらの動画の時にいずれ話しますと約束したイガグリのイガやゾロがマリモと呼ばれる理由にもなっています。このイガという字は毛を求めると書くんですよね。さらにピンクの豚に金玉を潰されたことから、ジョイボーイのヒントキャラだと考えたオロチオニワ番衆の半蔵、おそらく名前の由来はイガ忍者服部半蔵でしょう。ここにも毛を求める伊賀です。さらに毛を求めるで考えますが、黒住勘十郎は生きているもの死体問わず人の髪の毛を切り奪っていく妖怪と紹介されていましたよね。これは芥川龍之介の羅生門に登場する死体の毛をむしる老婆をモチーフにしていると思いますが、ゾロの技にも羅生門があります。毛を求めるマリモのマリがここでつながってくるのです。他にも髪の毛つながりの描写を見ると、髪の毛を切られたことを許すハッちゃん、髪の毛を切られることを恐れるブルック、髪の毛を切られたことを怒る浦島、僕はセーラームーンのようなツインテールにも共通のイメージがあると考察しています。ワンピースが髪の毛に強いこだわりを持たせている作品だということがわかりますよね。さらに髪の毛を欲しがるジョイボーイのヒントをこじつけていきましょう。僕はモコモコ王国はもともとワノ国の一部であり、そこにジョイボーイが月から降り立ったと考察しており、ネロナイムであるジョイボーイにはちょんまげのイメージがあると言っています。さらにパンダ、カエル、カッパから相撲のイメージがあるとも考察しています。相撲取りの曲げの形は大イチョウと言いますよね。
ジョイボーイは大イチョウを切られ、カッパのようなハゲ頭になり、イチョウを綿抜きされ、クジライメージの青い星の胃の中にいる胃の中の蛙になっていると思います。こんなダジャレを小田先生が仕掛けていると思うんです。この状況、小田先生が監修しているハート・オブ・ゴールドともリンクしています。成長を止める石、ピュア・ゴールドの開発者である博士が、巨大提灯アンコウの胃の中で恐竜の着ぐるみをかぶっているんです。話を髪の毛に戻します。僕は SBS に書かれているデイビーバックファイトの時のカツラは全て空白の100年のヒントになっていると考えていますが、バカ殿ルフィか親父ルフィのどちらかがジョイボーイのハゲ頭を表していそうですよね。僕はバカ殿の方なのではないかと思っています。剣山マントで伊賀をまとう栗を表しているクリークに対してゼフがグランドラインの落ち武者って言ってますしね。ただこの場合、空の玉座にいるものが落ち武者という風にも考えられるので、どちらもあり得るぐらいでとどめておきます。ラオジーも節々の痛みと言っていますから、蛇のイメージがあるワノ国出身者が不老手術を受けている可能性はありそうですね。それはジョイボーイなのか空の玉座に座るものなのか、どちらかいずれ答えを出そうと思います。ちょっとごちゃごちゃしているので一旦まとめます。ジョイボーイはハゲた頭と手足だけになってラフテルにいる。なかなか残念な状態ですよね。さらに痛めつけます。ジョイボーイは脳も抜かれているイメージなのだと思います。天竜人であるロズワード星、彼の好物は猿の脳みそに設定されているんです。さらに前回の動画のふぬけ、腰抜け、間抜けの要領で脳なし、脳足りんも多数。極めつけはシュガーの初登場回である第682話のタイトルが黒幕であること。僕は前回の動画で神には熊の実のイメージがあり、千髄諸銀着には黒幕のイメージがあると言いました。熊の実と単純に言いましたが、熊の実にもいろいろ種類があり、映画ファインディングにもの影響で日本では隠れ熊の実が有名になりましたね。ただ残念なことに、ニモって隠れ熊の実ではないらしいんです。ニモは正確には隠れ熊の実にそっくりなクラウンアネモネフィッシュなんだそうです。クラウンアネモネフィッシュです。王冠をしているアネガモネ、完全にシュガーですよね。隠れ熊の実は調べるサイトによって違うのですが、ウィキペディア様によれば英名コモンクラウンフィッシュだそうです。直訳すると一般的な王冠の魚。こちらが正式な王様というふうにも解釈できますよね。さらに黒幕であるイソギンチャクの英名はシーアネモネです。これもアネガモネですから、シュガー、つまり黒幕を表していそうです。これを僕のこれまでの考察、空の玉座に座るものは操られている、もしくは成り代わっているものがいるに当てはめるなら、本来の王である陸王に成り代わり、シュガーとドフラミンゴが支配している構図になりますね。そのシュガーの技に頭割り人形があるんですよね。これはもちろんドイツの民芸品であるくるみ割り人形をモチーフにしていますよね。くるみ割り人形とはくるみの硬い殻を割り、中の実を食べるための人形です。では頭割り人形は何を食べるための人形？この技めちゃくちゃ深掘りできそうな要素だらけなんですけど、今回は単純に頭を割るだけに注目します。ジョイボーイは頭を割られ脳を食べられたのかもしれません。ただしこれはあくまでイメージの話ですので、記憶を奪われたとかの方がいいかもしれませんね。さらに連想を続けていきます。ウィキペディア情報によると、カッパは頭の皿を割られると皿の水がなくなり力を失う、もしくは死ぬとなっています。カッパイメージのジョイボーイが頭を割られたわけですから、似たような状態になっていると考えられます。これが僕が言っている仮死状態にもつながります。なんとも散々な状態のジョイボーイですが、なんでこんなイメージを持たされているんでしょうか。おそらくジョイボーイは処刑されたイメージなんだと思うんですよね。ルフィがローグタウンでバギーに処刑された場面を思い出してください。あの時は突然の落雷で助かりましたが、あのまま振り下ろされていたら頭と手の実が切り離されていたのではないでしょうか。でもルフィは生きていました。ミス・バレンタインの1万キロギロシンを食らいそうになったウソップも助かりました。僕はこれがジョイボーイと同じく獅子のイメージがある熊取と勘十郎が切腹を口に出すからの死なないという流れと同じイメージなんじゃないかと思うんです。昔の処刑について調べてみるとわかるのですが、処刑方法の多くは罪人をいかに苦しませるかを追求しているかがわかります。その点ギロチンなど首を落とすという方法は残酷なように感じますが、処刑の中では罪人が一番苦しまない方法でもあるんです。そういった罪人のことも少なからず考えている処刑という意味では切腹に通じるものがある気がします。切腹は自らの意思で腹を裁くことで罪人に名誉ある死を与え、必要以上の苦しみをなくすため解釈人が首を落とします。
ゾロもワノ国で切腹を言い渡されていましたが、逆に奉行を切っていましたね。あくまでイメージの話ですが、ジョイボーイは首を切られ生首になっている。では生首がタイトルになっている第658話の扉絵を見てみましょう。世界の看板からシリーズの残杯御用組合の絵なのですが、注目は残杯の下半身、網タイツにローラースケートを履いています。僕は世界の黒幕には紫式部のイメージがあると考察していますよね。紫式部といえば源氏物語であり、主人公は光源氏なんです。小田先生世代にとってローラースケートといえば光源氏なんです。フランキー一家が履く網タイツはジョイボーイが性転換されたことのヒントになっていそうですよね。光源氏のモデルは醍醐天皇の子孫の源高明か源徹が有力だと言われています。小田先生は高明の方をジョイボーイのモデルとして採用していると思うんですよね。高明はかなりの切れ者で、左大臣という高い役職まで上り詰めていた優秀な人物でしたが、969年に起きた安奈の変で天皇への謀反を疑われ地方へ左遷されてしまいました。これは偶然かもしれませんが、僕は世界の黒幕の名前を安奈と予想しているんです。安奈の変で左大臣という役職をクビにされたんです。さらに扉絵を深掘りしていきます。美食の町プッチの市長が残杯に船2隻とコーラを注文していますよね。これも偶然かもしれませんが、僕はこちらの動画でプッチという名前にも触れているんです。ジョジョの奇妙な冒険第6部の監獄の中のあるはずのない部屋に住む少年の名前がエンポリオであることに気づき、インペルダウンのあるはずのない部屋に住むエンポリオイワンコフとのリンクを考えました。さらにジョジョ第6部の黒幕の名前がプッチであり、これが美食の街の名前に使われていることにも触れているんです。プッチの主張を黒幕に、残杯をジョイボーイに置き換えてこの扉絵を見てみるとどうでしょう。黒幕がジョイボーイに船2隻とコーラをよこせと言っていることになりませんか。僕はこちらの動画で黒幕には玉ねぎのイメージがあることにも触れているんですけど、シロップ村の玉ねぎの大事なものは貯金箱とおやつと船の模型でした。こちらにも船が入っています。さらにラフテルにはエジプトのイメージがあり、太陽の船と呼ばれる2隻の船の話もしています。小田先生が本当にこれを全部意識していたとしたら、こちらの動画で考えたようにラフテルが巨大な船である可能性も出てくるんじゃないでしょうか。ラブーンの胃の中にいたクロッカスの家も船の上にありましたし、スリラーバークもお墓がある島のような船です。プッチの市長が注文しているコーラは、地蔵さんが言うように亀の甲羅にもかけてありそうですから、亀のイメージがあるジョイボーイが欲しいということなのでしょうか。さらに亀のイメージがあるジョイボーイを深掘りしていきましょう。僕はラフテルにはシンボルとなる大きな山があると考えています。そしてジョイボーイはその山の下敷きになっているなと思います。西遊記の孫悟空が500年間封印されていた五行山のイメージです。三次の服にはちょいちょい59という数字が入っているのですが、これが悟空を表していそうですよね。小田先生は連載開始の時点でエンディングを決めていたそうなので、グランドラインのゴールであるラフテルの設定も最初から決まっており、そのヒントを作中に散りばめてくれているはずです。そう考えて一巻から読んでみると、不自然に山登りという言葉が使われているのに気がつくんです。バギー海賊団のカバジの曲技山登ろうとか、ラブーンを駆け登るルフィを見て山登りでも楽しんでんのかねと言っていたり、この2つを見ただけでも小田先生ならこれが何らかの仕込みになっていそうだと感じますよね。リバースマウンテンの時もルフィが山登んのか船で、おもろー不思議山かと言っていますし、ドラム王国でもルフィが山登るぞと言っています。アラバスタでも、しかしこの坂の多さはなんだよ、山登りしてるみてえだと言っています。坂を登るまで含めるならシロップ村でも登っていますよね。現在106巻にもなる長期連載の中で18巻までだけでこれだけ山登りが使われている理由は、最終章に山登りが待っているという伏線だからでしょう。そう考える理由はまだあります。これらの山登りのうち3つに花の要素がついているんです。カバジの曲技山登ろうの後には曲技納涼打ち上げ花火一輪挿し、ラブーンには山登りをした後にゴムゴムの生け花、この2つの不自然な山登りに生け花のイメージがあり、ドラムロッキーは登った山がヒルルクの桜になりました。僕はこの実際にルフィが登ったドラムロッキーがラフテルにある山のヒントになっていると考えています。ワンピースフィルムストロングワールドエピソード0にドラム王国の先代の王が登場しているのですが、おそらくドラム王国の紋章であろうマークに注目してみてください。四つ葉のクローバーの真ん中に漢字の山という字が入っています。
これは飼いならさんが推している説ですが、ラフテルには四つ葉のクローバーのイメージがあるそうです。確かに僕がジョイボーイのヒントキャラだと考えたザンバイにも四つ葉のタトゥーがあるんですよね。そう考えるならドラム王国の四つ葉に山の紋章はラフテルに山があることを表していそうですよね。まだあります。薬を開発したヒルルクの好物が大根の桜漬けに設定されているんですよね。ヒルルクに大根のイメージはないので、これはもう単純に桜島大根を意識しているでしょう。桜島とは鹿児島県にある火山であり、桜島では火山灰を含む土壌と温暖な気候により野菜がよく育つのだそうです。つまりドラムロッキーが桜島、降り積もる雪が桜島から降る火山灰のイメージです。ドルトンはチェスの矢に刺されて倒れ、雪崩の雪に埋まりましたよね。雪崩という漢字は雪の山の下に方と書きます。方という字は大鳥の古文とされているんです。つまり僕が以前から言っている物語の大鳥、ジョイボーイを表していそうです。さらに中戸さんが教えてくれたのですが、ドルトンには3つの矢が刺さっていますから、三つ野菜だーから三つ野菜だーというダジャレなんだそうです。この場合、雪に埋まっている野菜のドルトンがジョイボーイのイメージになりそうですよね。ウソップがついた八百屋星人という嘘の親父もカッパみたいにハゲていますしね。まあとにかく理由はわかりませんが、ジョイボーイには火山が乗っている。これはおそらく原骨、雷を落とされて叱られたジョイボーイがお灸を据えられているイメージなんだと思います。おそらく1000年近い歳月でしょうから、千年灸がモチーフでしょう。千年歩き続けているズニーシャの水浴びに噴火雨という名前がついていたのはそのヒントかもしれません。ジョイボーイは最有機の孫悟空のように懲らしめられているから、頭と手の先しか動かないイメージ。ルフィって頭しか動かせなくなる場面結構ありますもんね。うまくまとまったんじゃないでしょうか。しかしまだいきます。僕が以前に症状を交差した時に先延ばしにした謎がありましたよね。それはこのセリフ、いいか、俺の怒りという名のトンネルを抜けると、そこは血の海でした。おそらくラフテルのことを言っているのだろうとは思いましたが、この時は分かりませんでした。ですが、ラフテルは地獄であり、九州のイメージだと考えるとどうでしょう。そうです、血の海とは大分県の別府地獄巡りの一つ、血の池地獄のイメージ、つまり温泉です。そう考えると、ジョイボーイが動かせる部位から連想できるのは、大分県名物、砂湯です。砂湯に入り、こんもりと砂山を作られてしまったため身動きが取れず脱水症状になりミイラになったイメージでしょうか。だからヒントキャラのパウンドはジュースを取ってきてくれと頼んでるんですね。さて、血の池地獄からおそらくシュチニクリンのハーレムがあるだろうという予想はさておき、今回は小田先生がラフテルのヒントを絶対に仕込んでいるという仮説をもとに、ここまでイメージに特化した予想をしていますので、もう少しつなげていきたいと思います。ジョイボーイには亀のイメージがあることはここまでで理解してもらえたと思うのですが、ジョイボーイには鶴のイメージもあると僕は考えています。長寿を表す鶴は千年、亀は万年の両方ともジョイボーイのイメージになっているということです。その一番の理由は、ジョイボーイの一番のヒントキャラといえるサンジに鶴のイメージがあるからです。以前にもサンジを表す話数として紹介した第124話の扉絵は鶴の渡し船が描かれています。サンジはゼフの恩返しのためにバラティエで命を張っていましたよね。ゼフの命を脅しの材料にされて自由を奪われていたホールケーキアイランドでも、プリンが制作中絶対に工場を覗かないことと言っていますから、鶴の恩返しがモチーフです。この場合、見られたくないのはサンジでしたから、サンジが鶴のイメージだということがわかります。ジョイボーイには鶴のイメージもある。第1080話、伝説の英雄の扉絵にも鶴がいますしね。そんな風に考えると、気になるのは扉絵を含め作中登場している数少ない鶴のうち3つが乗り物として扱われているということです。ジョイボーイに乗り物のイメージがある、そういうことになりそうですよね。そこでもう少しサンジを考えますが、ウソップに狼少年、チョッパーにブンブクチャガマのイメージがあったように、サンジの境遇は醜いアヒルの子をモチーフにしていることは明白ですよね。ただしサンジの場合は兄弟と種族が違うわけではありませんでしたが、白鳥の服を着たボンちゃんもジョイボーイのヒントキャラだと考えていますので、ジョイボーイには白鳥のイメージもありそうですよね。もっと言えば、全部は説明しませんが、ニワトリなど白い鳥は全てジョイボーイのイメージなんだと思います。そこで注目はバラティエです。前回の動画でジョイボーイは綿抜きされて世界の黒幕が着ることができるぬいぐるみになっているのではないかというような考察をしました。その黒幕のヒントキャラとして大きく取り上げたのがパティです。パティが中に入っていた乗り物ありましたよね。
そう、緑の呪いの動画でも取り上げたサバガシラ1号です。これ見た目が魚なんであれなんですけど、普通このギミックってスワンボートですよね。まだサバとジョイボーイのつながりは見つけられていないんですけど、多分このサバガシラ1号はジョイボーイを表しています。ジョイボーイが世界の黒幕の乗り物になっている。こう考えた時に皆さん一番に魔人オーズを連想するんじゃないでしょうか。オーズは当然死体ですので、僕の考える現在のジョイボーイの状況と同じです。僕はジョイボーイの本名がネロナイムだと考え、ネロナの語呂合わせが767だと言っているんですけど、 SBS の読者からの質問で767の番号が入っているゾンビのことに触れているんです。ネロナがゾンビになっているというヒントのようにも感じますよね。僕は SBS の半分ぐらいは小田先生の自作自演なのではと考えているのですが、この質問を送った方のペンネームがドラム王国に咲いたスノードロップなんですよね。スノードロップという花があるのは知っていますが、単純に落ちる雪と考えると、ドラム王国に咲いた落ちる雪はヒルルクの桜ですよね。桜は主催者側が用意した偽の客という意味もありますから、自作自演ということでしょうか。もう一歩踏み込みます。ここまでジョイボーイの上には火山があるという話をしてきましたが、僕はジョイボーイは凍っているのではないかと考えています。言っていることに矛盾を感じるかもしれませんが、そうではありません。小田先生のイメージがそうなっているとしか思えないんです。ラフテルには地獄のイメージがあると話してきましたが、同じく地獄イメージのインペルダウンはどうなっていたでしょうか。消滅地獄の下は極寒地獄なんです。先ほどの魔人オーズも氷の国で死に、冷凍室で保管されていましたよね。ロジャーとリンクしていると考察したチンジャオの宝も宝玉氷床の下の氷の部屋にありました。チョッパーが鍵付き冷蔵庫に獅子のイメージのある熊鳥を閉じ込めたこともヒントになっていると以前に考えました。ユデロンさんが言っていましたが、ニカの初登場話数の第1044話を笑い方デレシシの語呂合わせで予告していたサウロも凍らされていました。ワノ国リンゴの常世の墓は寒くて桶に入れた遺体が数百年腐らないとありましたよね。ミイラや干物と同じように腐らない状態になっているということが重要なのだと思います。以前に現在の空の玉座に座るもののヒントキャラとして考えたドクタークレハの好物がそのヒントになっていそうです。クレハの好物は酒、梅干しとなっています。クレハはいつも自家製の梅酒を飲んでいますから、好物の梅干しも自分で作っていそうですよね。梅酒とはまだ熟していない青梅を氷砂糖とホワイトリカンに漬け込んだものであり、梅干しとは梅の実を塩水に焼酎などを混ぜた液体に漬け込み乾燥したもので、100年経っても腐らないのだそうです。僕はこの梅干しが腐らなくされたジョイボーイを表し、梅酒が酒びたりにされたジョイボーイの息子を表しているのではないかと考えています。ジョイボーイは900年もの間腐らずにラフテルにいる。何らかの方法で復活させられるはずなのですが、なぜロジャーはジョイボーイを復活させなかったのでしょうか。おそらくタイミングが重要なのだと思います。ロジャーたちは早すぎたんです。もちろんこのタイミングに関しても小田先生はヒントを出してくれているはずです。ロジャーが数百年に一人誕生するというポセイドンを気にかけていたことから、ポセイドンの力が必要であったことは間違いないでしょう。ただこれだけでは分かりやすすぎるんですよね。言葉遊びが大好きな小田先生がこんな単純な仕掛けをラストに持ってくるとはとても思えません。周期的なことと言葉遊びを関連させているはずなんですよね。そこで僕が考えついたのはレベリーです。レベリーは4年に一度開かれ、プロデンス王が祭りのようなものだと言っていますから、オリンピックを連想しますよね。オリンピックのシンボルといえば五輪です。ジョイボーイの頭が曲げを切られて五輪狩りになっているのかはさておき、毒球はリンゴで能力者狩りをやっていましたね。五輪とリンゴ、ここがヒントになっていそうです。だからこそ常世の墓がある土地がリンゴという名前なのでしょう。オリンピックの年に目覚める男といえばもうお分かりですね。ジョイボーイのオマージュ元はジャンプの人気漫画であったこち亀に登場した日暮寝るおです。僕がジョイボーイのヒントキャラだと言っているボンクレイのマネマネの能力の前任者が黒ずみ日暮であることも偶然ではないでしょう。日暮寝るおの誕生日はウルー年の2月29日なんですよね。僕がジョイボーイのヒントキャラだと言っているパンダマンの誕生日も2月29日です。おそらくこの4年に一度のウルー年が大切なヒントになっています。というのもウルーという漢字は門の中に王様を閉じ込めているイメージなんですよね。さてウルー年まではなんとかこじつけました。ではウルー年に何をすればいいんでしょうか。それは深層海流でワカサギ釣りです。フランキーが深層海流を説明するときに
まるで巨大な竜のようにと例えているんですけど、ルフィって巨大な竜みたいなものに飲み込まれがちですよね。これが深層海流に飲み込まれているジョイボーイを表していそうなんですけど、実は意外な人物も飲み込まれているんです。それはみんな大好きヒグマさんです。ヒグマは第1話で竜のような見た目の金塊の主に飲み込まれましたよね。ヒグマの懸賞金額は800ベリーであり、56人殺したと言っていることから、800年前のゴムゴムの実の能力者ジョイボーイのヒントになっていてもおかしくはありません。何よりヒグマの好物が酒、山菜、熊肉になっているのが秀逸です。酒と熊肉は大体イメージできると思うんですよね。だけど山菜ってって思うでしょ。これは中戸さんに教えてもらいましたが、山菜はロジャーのイメージ動物クオッカワラビーと似ているワラビですね。まさか第1話のヒグマがジョイボーイの居場所を示すキャラだとは、小田先生すごすぎ。これだけでは物足りませんが、他にも深層海流にジョイボーイがいそうだというヒントがあります。麦わらの一味は魚人島に行くために深層海流の流れる深海へ行きましたよね。そこで出会ったのがバンダーデッケン9世が乗るフライングダッチマン号でした。ブルックの説明では、バンダーデッケンは神の怒りを買い、永遠の拷問を受けながら海をさまよい続ける運命だそうです。そこでまたインペルダウンを思い出してください。永遠の拷問レベル6無限地獄があったのはレベル5極寒地獄の下です。バンダーデッケン9世によれば、初代バンダーデッケンはポセイドンの伝説を追い求め海底を目指したそうです。さらにポセイドンを手に入れれば、先祖代々追い求めた一族の夢が手に入るのだそうです。ポセイドンを手に入れることで手に入る財宝、まさにロジャーが手に入れられなかった財宝のような気がしませんか。フライングダッチマン号を見てブルックがゴールドシップって言ってるんですけど、ウォーターセブンではココロバーさんが死者を乗せて海をさまようゴーストシップの目撃情報が後を絶たないと言っており、ロビンがゴーストシップには宝船の伝説がつきものよねと言ってるんですよね。もうジョイボーイのミイラが乗っている船がワンピースな気がしませんか。ではどうして鶴のイメージがあるジョイボーイを鶴という発想になるのか。それは扉絵で、僕がジョイボーイのイメージだと言っている亀と鶏をルフィが釣っているからです。ジャヤ近海でも巨大な亀がメリー号から垂らしたロープを口に入れていますから、ある意味釣れていますし、アラバスタへ向かう航路ではカルーを餌にして釣りをしていたらオカマのおっさんボンクレイが釣れています。これだけイメージキャラを釣っていれば、もうジョイボーイを釣ると考えていいのではないでしょうか。そしてジョイボーイ復活後、以前にも考えたようにラフテルごと引っ張って帰る。ジョイボーイのイメージがある魔人オーズの国引き伝説のように、そしてラフテルのイメージがある何もない島が巨大金魚の糞であったようにです。金魚の糞は金魚からなかなか離れず後ろについてきますよね。今回はこんなイメージで小田先生はラフテルを考えているよという考察でした。最後にもう一つだけ連想して終わりたいと思います。ウルードシという言葉の他にウルービ、ウルービオという言葉があります。そう考えると未だに活躍の機会がないウルージがウルージで、ジョイボーイのヒントキャラっぽいんですよね。ウルージの懸賞金は1億800万ベリー。空白の100年とジョイボーイの18を秘めていそうな数字です。誕生日は18を逆にした8月1月、星座は獅子座、趣味に山登りがあり、イメージ職業がキャバクラの支配人です。これが主治肉林の主であることを表していそうですよね。船員に僧侶と呼ばれているのも猿山連合の少女とかけていそうです。そのウルージのイメージ動物が象なんです。ナイタミエノリダゾウのズニーシャの好物が空島のリンゴと巨大ワカメなんですよね。これは中戸さんが言っていたのですが、ジョイボーイが巨大なカメのイメージなら、巨大ワカメは巨人の輪のカメのジョイボーイを表していそう。つまり海藻ウルージは海藻ウルージ。ここに僕がずっと気になっている違和感を付け足します。漫画だからキャラのデザインを考えるときに口を隠していても何らおかしくはないんですけど、間抜け、ふ抜け、腰抜け、手抜き、抜き足、脳なし、たぬきなど言葉遊びでいろんなものを抜きまくっている小田先生なら、口なしとかも使っていそうじゃないですか。ジョイボーイは仮死状態ですので、死人に口なしです。そこに口なしの花がかかっているんじゃないかと思ったんです。そんな話をスペースでしたら、即答でラーメンの麺の着色料として口なしが使われていることを教えてくれました。なるほど、僕が考えるジョイボーイのイメージカラーである黄色です。そう言われてみれば、ラフテルと同じくエジプトイメージのスフィンクスも麺類を中心に覚えさせられていましたよね。最後にはアーメンって祈ってますから、麺が神を表していそうですよね。僕が黒幕のイメージだと考えているワンゼもラーメン拳法を使いますしね。
これでラーメンが好物のキャラクターからまたジョイボーイの謎が解けそうです。ジョイボーイは豚のイメージのキャラに調理され、ミイラのように乾いた菓子状態になっている。ジョイボーイにはワカメと麺のイメージがある。もうお分かりですね。小田先生はジョイボーイをエースコックのワカメラーメンごま醤油味だと考えているんです。ひらけごまのごまも入っています。これならルフィとワポルがカリカリ梅を食べたチョッパーの3分という言葉に驚いていたことや、ルフィをミイラにしたクロコダイルが砂時計で3分を測っていたことに意味を持たせられますね。ここまでジョイボーイイコールワカメラーメンが言いたいために長々と考察をしてきましたが、一つ注意してほしいことがあります。僕の考察ではラフテルにはリリーもいるはずなんです。誕生日が2月29日に設定されているのがパンダマンとパンダウーマンミの2人なので、これは合っていそうです。ただまだあまりにもリリーの情報が少ないので、ジョイボーイからだけでラフテルをイメージしました。また情報が増え次第追加考察しますね。今回の考察は以上です。今回スペースで話した緑の中問さん、クセガールさん、地蔵さん、かえならさんは YouTube に動画を出されています。僕の考察はこのメンバーの動画を見ることでより理解が深まりますので、合わせて見ていただくことをお勧めします。次回は釣り上げたジョイボーイとウラヌスについての動画にしようと思っています。チャンネル登録、いいねボタンを押した上でお待ちください。ではまた次回。